目が疲れるよ。はい、皆さんどうもこんにちは。レッドメモリーのレッドです。最近ですけどね、よくパソコンの編集をね、ここ最近ずーっと詰めてやってます。そうするとね、目元がね、もうマジ疲れてね、ほんと休む暇がないって感じです。今すごく疲労が溜まっていて、一度リフレッシュをしたいと考えております。そこで今回使っていく商品がこちら、アイリフグラスです。忙しい毎日も、どこでも気軽に、ながらリフレ。簡単に言いますと、目元にね、振動を与えてくれて、なおかつ音感機能でね、目元を温めてくれるっていう商品です。本体、USB 充電ケーブル、取扱説明書、レンズを拭くやつです。見てくださいよ、このレンズ。完全これ水泳ゴーグルですね。へい！先ほどもね、言ったんですけどね、ほんと最近目をね、使いすぎてね、まあ、視力も落ちてますし、目元のもうほんと疲れが表に出てるんで、まあ、そういった意味ではこういったリフレッシュ使いたいなぁとは考えておりました。で、個人的にね、この目につけて温めるものは持ってたんですけど、アイマスクみたいなタイプになっててね、それをつけるともうね、真っ暗で何もできません。まあ、正直暇です。だけどね、このアイリフグラスはレンズになっているので装着したままね、読書をしたり、パソコンの作業をすることができるんです。作業をしながらリフレッシュができるのがとてもいいところです。そしてね、この本体の裏側の留めるところ、この裏の部分はですね、長さ調節ができるので自分の頭のサイズに合わせれます。で、ワンプッシュで取り外し可能です。では実際に取り付けてみたいと思います。変身！シャキーン！簡単ワンタッチ装着となっております。取り付けた感じはですね、若干大きい気がするなっていう感じはします。自分の顔が割と小顔なんですかね。へい！そしたらレンズの横にね、スイッチがあります。これをね、長押しすると起動します。この振動パターンが4パターンあって、これ1段階目。3段階目。4段階目。4段階目は振動がなくてただの音感モードで、先ほどの振動してる時も40度で温めてくれます。そして今ね、これレンズ曇ってるじゃないですか。そういう時にはこのレンズの下にね、空気穴、このシリコンのキャップがあります。これを上と下があるのでポコンって外しますね。そうすると中の曇りが取れてきます。取れろ取れろ。曇ってる段階でも、まあそれなりに見えるんですけど、不愉快って思うんであれば、このようにね、キャップを外して曇りを取ってください。これでね、今曇りが取れたので、読書をするなり、パソコン作業をするなりして、リラックスした状態で作業することができます。今ね、目の周りがね、めっちゃポカポカしてます。まあただ温まるだけではなくね、ボタンを押して振動を加えて、目元のマッサージをしながら、温めながら血行を良くして作業をする。これで、疲れが取れていきます。今まではね、ほんと振動タイプと温めるタイプってのがあったんですけど、このようなレンズタイプになって作業がね、できるってタイプがなかったので、個人的にはね、パソコン作業をするときにすごい助かります。で、これ、うっかりね、つけたまま寝てしまっても、20分タイマーがついてるので、20分経つと、自動的に電源がオフになります。やばい、目元めっちゃ赤い。めっちゃあったかくなってきました。そしてね、この本体、目に装着するところがシリコンでできていますので、汚れの拭き取りは簡単にできます。皆さんいかがだったでしょうか。アイリフグラス、こちらはですね、本当目元のクマとか血行が気になる方にはとてもおすすめです。めっちゃね、温まります。目元がもうほんとポッカポカしてます。そしてね、振動はそんなに強くないので、ソフトに目元の血行を良くしてくれるイメージです。なので、使っていて振動で不愉快になるっていうことはないと思います。目を使う仕事でね、目元周り酷使してる人がいましたら、一度ね、リフレッシュしてみるのもいいかもしれません。目元の疲れが取れるだけでね、その日の気分が変わってくると思います。それではあなたの仕事が楽しくなるように、レッツアイエンジョイ！今回動画で使ったアイリフグラス、
下記のね、概要欄にクーポンコードを貼っていますので、よかったら使ってみてください。目元の疲れがね、ほんと、スッキリしますよ。毎週金曜日、夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。Instagram もやっています。下記の概要欄に詳しいことは載っけていますので、よかったらチェックしてみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。